はい、皆さんこんばんは。動画をご覧いただいてありがとうございます。今日はですね、ブログの中でもご紹介させていただいている通り、来月ですね、3月と、4月のちょっと新しいキャンペーンとして、マイファーストブリーチ、キャンペーンというのをちょっとやります。まあ、サロンの中で、ヘアカラーの、ね、メニューとして、ヘアブリーチというちょっと少しこう髪の毛を明るくする、脱色する施術をご紹介しているんですけど、その施術をまだ体験したことがない、お客様限定のキャンペーンみたいな形になっていて、なんとですね、通常、まあ、大体、まあ、使う分量だったりとか染める分量が変わるんですけど、大体5000円ぐらいいただいてさせていただいている施術なんですけど、なんと今回、0円で、ご提供するというなんとも出血大サービスみたいな企画を一応、まあ、2ヶ月限定なんですけど、ご紹介することになっています。で、まあ、キャンペーンの内容については多分ブログとか読んでいただけたら分かるかなと思ったんですけど、いつもご予約をいただいているネット予約ですね、アプリのご予約について、ヘアブリッジをしたいんだっていうことであれば、こういう手続きをちょっとしておいてくださいっていう一応ご案内があったので、おそらく多分そのネット予約の画面なんかを見ながら動画でご覧いただけた方がより分かりやすいかなと思ったので、言葉で文字で書くよりもそっちの方がいいかなと思ったので、ちょっと動画を撮らせていただきました。引き続きちょっとこの後そういう画面をこちらの方に出して、解説しますので、そして参考にしていただいて、ご読みいただけたらと思います。ぜひちょっと3分ぐらいでご覧いただけるんじゃないかと思いますので、ぜひご覧になっていってください。はい、では、予約アプリの方を立ち上げていきます。まずサロンですね、ちょっと選んでいただきまして、最初の画面は多分大丈夫かなと思います。このまま担当者をまず選んでいただきます。今日はちょっとこのまま移動をちょっと選択します。で、その後ですね、メニュー選択画面に行くんですけど、ここで、ヘアカラーとカットっていうこのメニューを選んでください。で、本来だったらこれですぐ次日程の調整に移るんですけど、このまま今度下の方に行くとですね、ここの黄色予備のところにダブルカッコブリーチカラーっていうのが書いてあるんですけど、ここに一回ちょっとチェックをつけてください。これをつけていただくことによって、今日のヘアカラーにちょっとブリーチを使いたいんだなっていうのがこちらの方にちょっと伝わる感じになります。で、あとはですね、日程を選んでいただきまして、空いてる時間を探してっていう形で、通常通りのご予約フローになるんじゃないかと思います。最後予約確定ボタンを押して予約の確定になります。というわけで、今一応ご操作 の形見ていただいたと思うんですけど、ヘアカラーのメニューを選んでいただいて、下の方にある、オプションメニューみたいなところがあるんですけど、そこにちょっとチェックをつけていただいてから、ご予約エントリーしていただけると、ヘアブリーチをちょっとしようという意向でいらっしゃるんだなっていうのをこちらにも伝わってですね、ちょっとやっぱり通常のヘアカラーよりもちょっと少しお時間をちょっといただくような内容になるので、こちらの方も少し準備がスムーズに進むので、ぜひご予約の際にはですね、通常のヘアカラーのところにチェックをつけていただいて、下のさっき見ていただいた動画のところのそのオプションのところにもちょっとチェックをつけて、ご予約のエントリーしていただけると嬉しいかなと思います。まあ、そんなわけで3月4月ですね、今までちょっとそういう道で、どんなものなんて思いながら、やられるお客様とですね、背中をちょっとグイッと押せられるような内容になればいいなと思ってますので、ぜひ来月もどうぞ一応よろしくお願いいたします。最後まで今日も動画をご覧いただいてありがとうございました。